朝ごはんは昨日フードランドに行って買ったこのヨーグルトを食べます。美味しそう。このバニラ味、なんかアイスクリームみたい。いただきます。すごい、なんだろうこれ。うん、うん、ふん、結構ギリシャヨーグルトみたい。あとやいちご、めっちゃ大きい。いただきます。うん、もうサイズ感がアメリカだよね。夢みたいな大きさ、かわいい。大きくない。でもこれ、これも大きい。あとこの後スタバに行きたい。スタバのピンクドリンク、ドリンクがあるみたいなのでこれから行ってみます。この後お姉ちゃんの大事な日なのでドレスアップして移動していきたいと思います。でかっ。ちょっと今日はちょっとドレスアップしてこの後移動していきたいと思います。その前にちょっとゆっくり海見ながらまったりと過ごしたいと思います。私はイチゴにしました。イチゴのレモネード。レモネード。いただきます。うまっ。美味しい。色が可愛いです。
ル買って帰りたいぐらい美味しい。今回はハワイでお姉ちゃんの結婚式があって、それが無事終わったので、ゆっくり今日は過ごしていきたいと思います。明日で最終日、寂しい。あっという間だったな。お姉ちゃん綺麗だったね。今回も、今回は旦那さんが白いタキシードを初めて着てくれました。お姉ちゃんはシンプルめのドレスなんですけど、日本の方であげた時はボリュームがあったものなんですけど、ハワイではシュッとしたやつで、それもまた綺麗だった。ちょっと私は、私がもしいつか結婚するのであればハワイがいい。でもどっちもあげるのいいなとも思った。今回見ててなんか親族だけとか、なんかそういうのではすごい素敵だなって思いました。ハワイいいの。もう帰る人みたいな。帰りたくない。この後ゆっくりお買い物していきたいと思います。じゃーん、お買い物してきました。続いていくのはじゃん、キース。いきます。じゃーん、キースゲットしました。かわいかった。アロハテーブル、アロハテーブル。あれ、いいの、いいの、ハタがついてない。ガーリックだとハタがついてくるみたい。多分。いただきます。ハワイ一番の大事な目的を果たしたので、今日はゆっくりと寝たいと思います。明日日本に帰る日の前日なので、もうほぼラストデイです。明日はもうぎっしりとやりたいこと残りをやっていきたいと思います。今回いろんなとこ回れたので嬉しい。はい、それではおやすみなさい。おはようございます。今日はじゃーん、ポニーテールにしました。これから朝ごはんビュッフェに行ってきます。行ってきます。これからビュッフェに行きます。あれくらりん、パーン。まだちょっとしか撮ってないんですが、フルーツいっぱいあったので、美味しそう。フルーツから。 Did you want some coffee this morning? Thank you. Thank you. And also juice? Any orange, guava, pineapple or grapefruit juice? Pineapple. いちご美味しい。でも、でもいいね、これ。パイナップルめっちゃ美味しい。コーンフレーク。そう、お姉ちゃんたちも前の日に来てて、その時にこれ食べてて、いいなと思って買います。すぐそこが海になって。
プールもあります。プールもすごい楽しかった。パイナップルジュース、あー、できる。今日はあいにくのちょっと雨、うん、でもすぐ晴れるね。うん、いっぱい食べていきます。